こんにちは。インスタグラムのフォロワーさんから今、お問い合わせが来ました。メッセージなんですけども、あの、久保さんは映画いっぱい見ると思いますけども、タイタニックっていう映画がなんで感動するのか教えてもらえますかってことなんですよね。まあ、レオナルド・デカプリオさんが出ているタイタニックという映画、まあ、たくさんの方が見られたと思いますし、タイタニックといえばこれだよねっていうふうな作品になってるとも思うんですよ。余談ですけども、タイタニックって続編が作られていることってあんまり知られてないんですよね。 続演っててて、いうのは作作作とか3作とかかられてきて『タイタニック』のなんか年版とかあるんですよね。つまり2004年に『タイタニック』という豪華客船が昔の『のタイタニック』を思い出す意味で作られたんだけどやっぱり同じような遭難事故に起きてしまったっていう、まあ、そのドラマなんですけどね。で話戻りますけども『タイタニック』がどこが感動的なのかってことなんですけどもこれはねはっきり言って私の方は原作をね何回も読んでるんですよ。 ででで原作もいいろんんんんな方が書いてるんでそれをほとんど読んでますだから感動するんですよ。感動の深みがちょっと違うんですよねでその中でも自分にしかわからないだろうなっていう感動はね「タイタニック」って映画の中でまさに「タイタニック」が沈没していくときに一瞬だけ映る画像があるんですよ。それは海の中に沈んでいくベッドの上で抱き合う、まあ、おじいちゃんとその奥さんたる 女性ですよね。この老夫婦が最後の瞬間を本当に一瞬0.5秒ぐらい写ってるんですよここに感動してるわけなんですよねこれが何で感動かってことなんですけどこれはね映画しか見てない人には分からないです絶対に少なくとも映画の脚本を読んでる人だったら何とか分かるかもしれませんけども多くの人はそんなとこまで気を止めないですこの0.5秒の描写が何を意味するかっていうとこれ原作ではねしっかりと書かれてるんですよというのがこの老夫婦ってのはある家具屋の大富豪なんですよ で大富豪であの長年勤めてきた旦那さんがね奥さんに感謝の気持ちを示したくって奥さんともうこう最後の旅に出ようよっつって豪快覚醒タイタニックに乗り込むんですよそこもずーっとね原作には書かれてるんですよどういう戦いきで乗っていくのか誰と一緒に行くのかってことをねで誰と一緒に行くのかってことでたった一人だけずーっと仕えてくれた若いメイドさんをね一緒に連れていくことになったんですよ で、この老夫婦二人とメイドさんは別の部屋を取って三人で旅をするんですけども、まあタイタニックの事故が起きました。タイタニックの事故が起きた時に一等客室にいたこの老夫婦はね、真っ先に救命ボートに乗れますよっていうふうにお誘いを受けたんですよ。その時にね、ご主人は言うんですよ。私は最後の旅に来たから、もう家に帰ってもね、あとは嫁を送るだけだと。私が、 ボートに乗ることを断ることによって他の人が助かるんだったらそいつのために席を開けといてくれないかって言ったんですよね、まあ、そうすると奥さんもね同じように言ったわけなんですよ私たちは二人で素晴らしい旅を楽しんでるからこのまま幸せの気持ちのままこのまま航海を続けたいそれがたとえ沈没する海の底に行くことになってもねっていうわけなんですよじゃあね一緒にやってきたメイドさんがどうなるかってことなんですよこの老夫婦大富豪ですよこの大富豪がもうここで 一緒ににご夫婦でお亡くなることを選んだ時にじゃあ一等客室のお誘いは別の方に移しますねって時にメイドさんは一等客室じゃないわけですよでこの老夫婦は言うんですよ連れてきたメイドがいるから彼女をちょっと乗せてくれないかそしたらねじゃあその彼女を救命ボートに乗せましょうってことになりましたでさらにもう一個エピソードがあるのは奥さんがね私にはもう必要ないと思うからこれを使ってって言って豪華な 今の価格で言うと何百枚もするようなね大富豪の王様コートをメイドさんにあげてメイドさんが寒いだろうからって着せてあげるんですよでそこはね映画にも書かれてないです当然ですけど映画で書かれてるのは水が船内に迫ってくるその一等客室の中でベッドの上で穏やかに二人でね抱き合ってこのまんま水の中に沈んでいくだろう,という直前の0.5秒台なんですよ これはタイタニックにも映画の中に入ってるんで、それが出た時に、私はもう読んできたね、小学校の頃から読んできたタイタニックの原作が全てこう、まあ、フラッシュバックしてね、ああ、いい映画だったなと思ったんですよね。で、同時に、こんなこと誰もわかんないだろうなと思いながら、自分一人の感動に浸っていたっていうのが、タイタニックで感動する私の感動ポイントです。多分他の人には共感できないと思います。<laughs> はい、じゃあ以上でございます。